こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では秋のトップスはこの5枚だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ夏の着こなしって結構ですね、退屈に感じやすいかなと思うんですね。どうしても着るものが限られてしまうので、その中でですねバリエーションを出すのはなかなか難しいんですが、まあ徐々に季節が進んできまして、まあ秋になるとですね結構様々なアイテムのバリエーションがあるので、ファッションも楽しみやすいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ特にですね、僕はメンズファッションにおいては上半身のアイテムってすごく重要度が高いなというふうに考えてるんですね。というのも相手と話す時にも基本的には顔周りを見ることが多いので、ボトムスだとか靴、どんなものを履いてるかよりはですね上半身に印象をですね大きく左右されやすいところがあるので、まあ、今回はですねトップスですね、ここのバリエーションを皆さんにですね5つご紹介することで、大きくですね見え方のバリエーションを皆さんにはですね変えていただきたいなというふうに思っています。まあ、本当にですねトップスも様々なバリエーションがあるんですが、今回ご紹介する5つがあればもう本当に十分すぎるかなと思ってます。まあ、ちなみに今回もですねボトムスは僕がよく履いているですねブラック系のスラックスですね。まあ、今回はですねユナイテッド東京のものを履いてますが、まあ、ユニクロのスマートアンクルパンツだとか、あとはグローバルワークだったらアーバンスラックスだとか、このあたりでもいいかなと思うんですが、ここの軸足は変えずに上半身を変えるだけで、まあ、いかに見え方が変わるのか、ここにも注目しながらですねぜひ最後まで動画をお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者以降のアイテムですとか、あとはコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね下の概要欄の方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、僕が今着てるようなカーディガンですね。これはですね秋のトップスとしては代表的で、1枚あるとですねめちゃくちゃ便利かなというふうに思ってます。まあ、特にですね僕は夏から秋にファッションが変わるときに一番最初にですねこれを引っ張り出してくるというのがカーディガンというアイテムなんですね。いつもの夏の着こなしに上これ羽織るだけで完成してしまうので、とにかく楽なんですね。まあ、ですのでこのカーディガンというのが、まあ、大体ですね8月後半から9月のですね、まあ、末ぐらいまで僕はよく使うんですけど、これは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、カーディガンといってもいろんな種類があるんですけど、個人的にはですねこういったボタンが最初からついてないようなもの、気軽にですね羽織りやすいものなんかが結構好きで個人的には愛用しています。あとはカーディガンの厚みですね、結構薄いものもあるんですが、僕はですね少し中2カツぐらいの厚みがあるものが好きなんですね。まあ、そういったものが体のラインをそこまで拾わないので、ピチピチ感みたいなものも出づらいんですね。ですのであまり体型に左右されずにカーディガンを楽しみたい方は少し厚めのものを選んでもらうと僕はバランスがいいんじゃないかなというふうに思ってます。結構ユニクロのカーディガンって優秀ではあるんですが、かなり薄いんですよね。ですのでちょっとぽっちゃり体型以降の方だとラインを拾ってしまうかなと思うので、個人的にはですね、まあ、これはユナイテッドアローズで購入したものなんですが、セレクトショップのオリジナルだとか、あとグローバルワークにもですね結構似たような軽く羽織れるようなカーディガンがあったので、そちらもリンクを貼っておきますので、ちょっとですねアウター感覚でさらりと羽織ってピチピチすぎないようなニットというものをですね1枚揃えていただけると秋にはめちゃくちゃ活躍してくれるかなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のトップスなんですが、今僕が着てるようなシャツですね。まあシャツはですねもう本当に秋口にはめちゃくちゃ活用できるので、個人的には大好きで何枚か所有してるわけなんですが、こちらはですね先日動画の中でも解説させていただいたユニクロのですねストレッチツイルオーバーサイズシャツですね。これがですねすごく便利かなというふうに思ってます。まあ、シャツをですね大きく2つに分けると、少しですね生地感の厚いですねこういったシャツアウターになるようなもの、これもですねあると便利なんですね。まあ、個人的にはトレンド感があって、こういったシャツをですね、まあ、1枚できるというよりは T シャツの上にですねさらりと重ねるようなスタイルが好きで、まあ、さっきみたいにですね前を閉めてもいいし前開けてもいいですね、なんかプリント T シャツ入れながら
こういった形でですね、開けてもらうのもいいかなと思うので、こういったちょっと厚みのあるシャツがあるとですね、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。このあたりはユニクロがすごく得意分野でもあるので、ぜひ皆さんですね、色味、こういったオリーブすごくいい感じなので、まだチェックしてない方はですね、ぜひ店頭で試着をしていただければなというふうに思ってます。まあ、旬な雰囲気もですね、漂いやすいですし、あとはですね、やっぱり T シャツの上にさらりと着るだけで完成するというのがすごく便利なので、まあ、先ほどのカーディガンと同じように夏の着こなしに軽くですね羽織るだけで完成するので一着あると便利なアイテムなのかなというふうに思っています。はい、続いて3点目ですね。こちらもシャツなんですけども、先ほどのシャツアウターと比べるとですね、まあ、いわゆるですね、通常のシャツに近い形で、生地もですね、そんなに厚くありません。例えばこれ1枚で過ごすこともできますし、それだけではなくて、もうちょっと季節が進んできたら、この上にですね、ジャケットを羽織ったりだとか、まあ、様々な重ね着の要因としてもですね、使うことができるのが、まあ、こういったシャツの存在かなというふうに思ってます。まあ、先ほどはですね、アウター的に羽織るようなものだったので、柄なんかはなかったんですが、こういった内側に着ることもあるようなシャツに関しては、個人的にはですね、少しアクセントがあってもいいかなと思ってまして、ストライプ柄ですね。こういったシャツがあると結構便利なのかなというふうに思ってます。単体で見た時にも適度にインパクトがありますし、この上にですね、ちょっとジャケットを羽織ってみたいなと思うんですが、まあこういったものを羽織った時にもですね、まあこの V ゾーンからこういったシャツが見えることで適度なですね、アクセントになるんですね。こんな感じです。はい。まあ、これが無地のシャツとストライプのシャツでは全然見栄えが変わってきまして、個人的にはですね、上に何かジャケットだとか、アウターを羽織るときには、こういったストライプ系のシャツを配置させてあげるとですね、意外とバランスがいいかなと思うので、まあ、特に秋口にはですね、こういったストライプ系のシャツがあると、すごく便利かなというふうに思ってます。まあ、このようなストライプシャツに関しては、結構ユニクロとかでも売ってますし、グローバルワークなんかでも売ってるんですが、まあ、オーソドックスで使いやすいシャツだけにですね、少しサイズ感、ゆとりを持たせながら、今っぽさを出してあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ストライプシャツチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて4点目はですね、僕が今着ているこちらニットですね。まあ、今回ご紹介するですね、5点のトップスの中でも最も重要度が高いと考えているのが、僕にとってはニットというアイテムかなというふうに思ってます。まあ、適度に小綺麗さが漂いながらも、そこまでカチッとしすぎないというのがですね、ニットの良さで、切れ目とカジュアルのバランスがですね、1枚の中で完結しているので、これは1枚あるとすごく便利なのかなというふうに思ってます。まあ、今僕が着ているのはですね、先日もご紹介させていただいたユニクロの定番となっているミラノリブのクルネックセーターなんですが、これが使い勝手がいいんですね。今はですね、オフホワイトを着ているわけなんですが、まあ、これだけではなくて、今季買ったこういったグレー色ですね。これまたですね、大人っぽくて品があってすごくいいんですね。まあ、厚みに関してはですね、1枚で着てもそれなりに様になるというところでは、あまり薄すぎるようなエクストラファインメリノよりはですね、こういった少し中肉厚のようなニットの方が、僕はハマりがいいかなと思ってます。まあ、かなりタイトで薄手のニットに関しては、基本的には重ね着で着る方が、バランスがいいかなと思ってるんですが、このような中肉厚のニットであると様々な着こなしが想定できるので、ぜひ皆さんもですね、複数枚、まあできればですね、明るいものと濃いもの2色ぐらい持っておくとすごく便利なのかなというふうに思ってます。まあ秋であればですね、今の僕のように軽く腕をたくし上げながらさらりと着てあげるのもいいかなと思いますし、もう少し季節が進んだら上にジャケットを着たりアウターを着たり、あとは冬だったらダウンだとかチェスターコートを着れば、それだけで着こなしが完成しまうので、ぜひですね、秋のトップスとしてニットはバリエーションを揃えていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、僕が今着ているようなパーカーですね。これまたですね、トップスの選択肢としては、最近はですね、大人の男性でも着てる方がだいぶ増えたかなというふうに思ってます。個人的にもですね、今回ご紹介するトップスの中では、意外とパーカーが好きで、秋に着てることが多いですね。あと秋だけではなくて、この上にですね、ステンカラーコートとかを羽織りながら、冬なんかもですね、重ね着の一部としてこういったパーカーを着ることが少なくないので、大好きなアイテムの一つですね。ただパーカーというのはですね、皆さんも見てわかる通り、どうしてもカジュアルなので、それなりにですね、僕ら世代が着るときには
注意が必要かなと思ってます。これ単体がですねかなりカジュアルなので、例えば色選びですね、あまり明るい色だとか派手なものを選んでしまうとさらに子供っぽく見えてしまうので、選ぶとしたらこのようなダークグレーだとかネイビーだとかブラックだとか濃いものでまとめた方がバランスがいいかなと思いますし、あとはプリント柄なんかもですねない方が圧倒的にいいかなというふうに思っています。あとはですねパーカーの価格帯も結構大事で、先ほどご紹介したニットというアイテムは割とアイテム単体見た時に綺麗めなので、割とユニクロなんかで買い揃えても全く問題なくバランスのいいものが手に入るんですが、一方でパーカーみたいなカジュアルなものをなおかつ安い価格で手に入れようとするとどうしてもですね素材の質感も含めてちょっと子供っぽく見えすぎてしまうので、できれば大人世代がパーカーを買うのであればユナイテッドアローズですとか、あとはこちらですねエディフィスなんかもですね結構パーカーには定評があって個人的にも気に入ってるんですが、こういったものですね、まあ、価格で言うと1万円をちょっと超えるぐらいのものを頑張って買った方が僕はですね大人の男性には似合いやすいんじゃないのかなというふうに思ってます。あと大事なのはコーディネートで、まあ、こういったパーカーに合わせるボトムスなんですが、ブルーデニムだとかあとはチノパンだとかそういったカジュアルな方向のものではなくて、今僕が履いているようなブラックのスラッツだとかそういったちょっと小綺麗なボトムスを合わせてもらうと意外とパーカーのハマりが良くなったりするので、そういったところを意識していただければ僕ら世代もですね結構パーカーが似合いやすいかなと思うので、ぜひですね秋のトップスの一つとしてこういったパーカーも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では秋のトップスのバリエーションを皆さんにですね5つご紹介させていただきました。まあ、これだけあればもう間違いなくですね秋の着こなしは存分に楽しめるかなと思うので、ぜひですね皆さんも気に入ったものをこの中から 2,3 個だけでもいいので買い足していただけるとかなりですね秋のファッションが楽しみやすいのかなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね今回ご紹介した5つをまんべんなく着てるというわけではなくて意外と偏りがあるんですね。まあ、シャツは個人的には好きなのでよく着ますし、あとはパーカーなんかもよく着ます。あとはニットも着るんですけども、それ以外のものは着ないものもあったりするんですが、まあ、皆さんもね今回ご紹介した中で好みがあるかなと思うので、これは良さそうだなと思ったものをですね中心に秋の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。